こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画であなたの整数の知識をボンと上げていきましょう。さあ、面白い問題ですよ。こんな問題です。3より大きい素数の2乗は n で割ると1余る数であるという命題があるんですね。この命題が真となるような正の整数 n の最大値をまあ求めなさいと。で、まあきちっと証明してねっていう問題です。うん、なんか京都大学みたいな問題ですね。どうしましょうか。まず、はい、この手の問題、まずは、実験ですね。しっかり実験をしていきましょう。さてさて、ではこれは解答ではないんですが、余白部分でやっていくことです。実験ですね。じゃあ3より大きい素数というのは、5ですね。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23って感じですね。さあ、じゃあ3より大きい素数ですよ、これが。の2乗は、こいつらの2乗っていうものは、うんちゃで割ると1余る数であるって言ってますね。とりあえず、これが25、7、7、4、19、121、いざいざ一郎くんですね。いいないいな、2泊ですね。行く行く、寒いですね。23の20は分からん。23、23、32が6、23が6、22が4、9、25、529ですか。まあこんな感じなわけですよ。で、こいつたちをうんちゃらで割ると1余る数にしたいわけなんですけど、ここの n を求めたいわけですけれども、正の整数 n の最大値って言ってますね。じゃあ一番でっかいのから順に調べていけばいいわけなんですけれども、今この25を n で割ると1余るって言ってるわけで、この n っていうものは絶対にこの25で割って1余るわけですから、25-1以下になるのが分かりますか。例えば25っていうのを、25よりでっかい数、例えば27で割っちゃうと小が0で余りが25になっちゃうじゃないですか。じゃあ余りが1になることなんてありえないわけですよ、25よりでっかい数で割っちゃうと。で、25で割るとそれはもちろん割れますけど、余りは0になっちゃいますよね。ってことで、24よりちっちゃい数で、24以下の数で割らないといけないでしょっていうのが分かりますね。なので n って24以下の正の整数なわけです。ですから、まあでっかい方から順に考えたいのに、24、23、22、21って考えてって、まあ最悪1に行き着けば、まあどうにかなるわけですよ。じゃあ、あとでっかい方から順に実験で調べていきましょう。では25っていうのは24、今24を考えますよ。n が24から順に考えたいわけで、じゃあ24で割ってあげると、小が1で余りが1ですね。余り1になりましたね。なんかこいつ良さそうですね。じゃあ49っていうのを24で割ると小が2で余りが1になりますね。ビンゴっぽいですね。なんかね、もう24じゃね。はい。じゃあ121を24で割ると24かける5、5に15、4に10のプラス1、ビンゴですね。じゃあ 24×6 ですかね。6、4、24、7、7、7、28の7に14で168ですね。プラス1ですね。じゃあ 24×、もうちょっといきますか。なんぼ、12ですかね。12で288になりますね。うん。なのでもうビンゴですね。答え24ですよ。はい。おしまい。よかった。はい。ということで、まあ、n イコール24だっていうのがもう確定ですよ。あとは、じゃあその n イコール24であることをどうやって証明していくかっていうところに、実験のポイントをシフトしていきましょう。では、よいしょ。もう n は24って分かってるわけで、じゃあ、3より大きい素数っていうのが、まあ5、7、11、うにゃうにゃうにゃなんですけれども、それを24で割ったら
24で割ったら余りが1であることを示すわけじゃないですか。示したいわけじゃないですか。じゃあ24というのをたくさん出したいわけですよ、数としてね。24括弧ニャニャプラス1っていう形にしたいのに、24で割って1余るにしたいわけでしょ、こんな形で。ということで24を量産したければ何を発想しますか。24の剰余類ですね。なので剰余類を考えればいいわけです。で、うんちゃらの2乗、まあこれは3より大きい素数ですよ。3より大きい素数の2乗が24かける、まあ何かがあってプラス1っていうのを示したいわけです。これを示したい今目的です。これがだから、このうんちゃらっていうこの3より大きい素数というのを24の剰余類で発想してもいいんですが、やりたくない。だって24の剰余類なんて大変じゃないですか。なのでちょっと工夫してあげましょう。できるんですよ、もちろん24の剰余類でオラオラやっていけばね。それでも正解なんですが、もう少し減らしたいのでここの2乗に着目しましょうか。うんちゃらの2乗が 24× ニャニャプラス1を示したいわけですよ。で24をたくさん出したいんですけれども、じゃあこの元の数3より大きい素数っていうのをこういう発想で言ってみてはどうでしょうか。要は24を量産できればいいので12の剰余類で言ってみたらどうかなと思うわけですよ。こういう感じ、3より大きい素数が 12× うにゃうにゃプラスうにゃうにゃですよと。なんで12っていう数を思いつくかというと、12っていうのを2乗すると24の倍数になりますよね。24を因数に含むでしょ。12の2乗144というのは、しかも12を2倍しても24になるじゃないですか。 12×2 って24じゃないですか。ってことでと考えてあげると、このうにゃうにゃの2乗っていうのは 12×3 プラス逆三角の2乗でね、2乗してあげると 144×3 の2乗プラス 2× これかけこれで 24×3× 逆三角プラス逆三角の2乗になって、ほら24が出てくるでしょ、こことここに。じゃあ24でくくってあげると、なんぼですかね、6ですかね。6×4=24×6×22 ですね。これかけこれプラスこれの2乗になりますよね。よいしょ。ってことで24が出ますよね。要はこいつを展開したときに、こいつの2乗と 2× これかけこれになるなっていうので24を連想したわけですよ。するとこの元々の3より大きいこの素数っていうのは12の剰余類で発想したらいいことが分かりますよね。でしょ、 12× うにゃうにゃっていう形にしたいわけですから。じゃあずいぶん減りましたよね。24の剰余類と12の剰余類って全然違うでしょ。なので、この3より大きい素数というのを12の剰余類で発想すればいいなっていうのがこれで分かるわけです。さあさらにここからどうしていきましょうか。3より大きい素数っていうのをまだ考えれてないですね、これだと。このまんまだとじゃあ3より大きい素数、例えばまあ5、7、11、13、17、19、23って感じなんですけども、じゃあこいつを12で割った余りを考えてみましょう。 12× うにゃうにゃプラスうにゃうにゃ、まあここは小でここは甘いなわけでしょ。だからこの5っていうのは12で割ると小が0で余りが5ですね。じゃあ7っていうのを12で割ると小が0で余りが7ですね。11を12で割ると小が0で余りが11ですね。13を12で割ると小が1で余りが1ですね。17を12で割ると小が1で余りが5ですね。19を12で割ると小が1で余りが何ぼ？7ですね。23を12で割ると小が1で余りが11になるかな。になりますね。もうちょっと行ってみましょうか。23、24、25、26、27、28、29、小が2で余りが5になりますね。もう一個行きますか。じゃあ小が2で余りが7になりますね。見えてきましたね、規則性が。はい、どういう規則性かというと、余りに着目すると5、7、11、1、5、7、11、5、7
まあこんな風に5、7、11、1のどれかであることが分かりますね。3より大きい素数というのを12で割った余りっていうのは1、5、7、11のいずれかであることが言えますね。ということでこの3より大きい数っていうのは 12× なんちゃら、ここは分からないですけど、なんちゃらプラス、1、5、7、11っていうことが分かりますね。ということで4つ倍分けすればいいことが分かるじゃないですか。この3より大きい素数っていうのを、じゃあその3より大きい素数を2乗してあげて、こんなふうに24でうにゃうにゃって表現できるわけですよね。でここの余りが4つの倍分けで全て1であることが言えれば、この24だよっていうことが示せますよね。ということで方針が立ちましたね。これでこの実験からどうでしょう、流れが分かりますかね。まずは答えを明確にしてあげて、その答えを示すにあたって何をすればいいかっていうことをここで思考したわけです。はい、あとはまあ答案にしていくだけなので、こっからはもう手の運動ですね。はいはい、そう難しくないですね。さてでは答案に起こしていきましょう。よいしょ、まずこの N っていうものの範囲を明確にしておきましょう。N っていうのは、5の2乗25で余りが1なのでマイナス1以下になりますね。より、N が最大になるのは24になりますね。 N が最大になるのは24である。いいですね。では3より大きい素数の2乗は24で割ると1余る数であることを示せばいいですね。ということで、ちゃんと書きましょうか、めんどくさいですけど、3より大きい素数の2乗を24で割ると、よいしょ、24で割ると1余ることを今から示しましょうよと。3より大きい素数の2乗を24で割ると1余ることを示す。いいですね。ちょっと字が汚いですけどいいですか。はいはい、まあ大丈夫ですかね。ということで、3より大きい素数の2乗を24で割ると1余ることを示すと。さあじゃあここに行きましょうか。ここで、3より大きい素数、3より大きい素数ですねを12で割った余りっていうものは、ここで発見した規則1、5、7、11のいずれかである。1、5、7、11のいずれかである。いずれかの図がいつも分かんないんですよ。数に点々なのか、数に点々なのか、数だった気がする、いずれかであるですよね。ということでこんな風に表現ができますよね。3より大きい素数というものは12で割った余りが1、5、7、11なんだから、12×k+1 か 12×k+5 か 12×k+7 か 12×k+11 になりますよね。 k を整数としてあげて、でもちろんこの4つで倍分けしてもいいんですけれども、めんどくさいですね、4つもやるの。じゃあこの余りが1っていうことと余りが11っていうことを対にしてあげましょう。これ余りがマイナス1とも捉えれますね。まあ、余りはもちろん0以上の数なので余りがマイナス1ということはないんですけれども、 12k+11 というのは 12×整数-1 とも同じことですよね。まあこれは k と k 同じ文字使っちゃいけないですけど、本当は 12k+11、丁寧に書きますか。 12k+11 っていうのは 12×k-1 ちゃうな、k+1-12 にしてあげれば 12k+12-12 で元通りですよね。ここと、でプラス11って考えてあげると 12×k+1-1 になりますよね。じゃあこの k+1 っていうのを改めて k' と置いてあげれば 12k'-1 って書けますね。
ということで、K を整数として、ここ 12K プラス1と 12K プラス11っていうのを 12K プラスマイナス1ガッチャンコしましたよ、ここと。で、ここも同じように 12K プラス7っていうのは、12K マイナス5って言えますね。同じ操作をするんですよ。ここを K、括弧 K プラス1に仕上げてね、マイナス12プラス7で、マイナス12プラス7でマイナス5になりますよね。なので、ここプラスマイナス5って書けますよね。で、もちろん K は整数です。整数。と表せる。いいですよね。これが3より大きい素数を12で割った余りが、15711のいずれかであることから導き出された3より大きい素数です。いいですね。じゃあこの場合分け2つやっていけば OK なわけです。ではよいしょ、12K プラスマイナス1の2乗というのを考えてあげて、3より大きい素数の2乗を考えますからね。じゃあこいつを展開してあげれば 144K の2乗プラスマイナス 24K プラス1になりますね。目論見通り24でこいつがくぐれて 6K の2乗プラスマイナス K プラス1で、ちゃんとこれ24で割ると1余る数になりましたね。でもちろん複合同順ですよ。よいしょ、複合同順です。よって、ちゃんと書きますか、6K の2乗プラスマイナス K は整数なので、 K が整数なのでね、なので、24括弧 6K の2乗プラスマイナス K、 これですね、括弧 12K プラスマイナス1の2乗を24で割った余りは1であるって言えますね。ちょっと時間乱れてきてますけど大丈夫ですかね。はい、示せました、片方ね。はい、じゃあもう片方いきましょう。じゃあ次に 12K プラスマイナス5の2乗っていうのを展開してあげて、144K の2乗プラスマイナス 120K、プラス25ですね。では、これ24でくくってあげると、 6K の2乗をプラスマイナス5ですね、 5K プラス25っていうのを24足す1と考えてあげれば、ここ1でプラス1ですね。ではここの部分っていうのはもちろん整数ですので、こいつを24で割った余りは1って言えますね。ほら示せましたよ。で複合同順は書いておきましょう。複合同順です。はい、まあ同じことを書きますよ。 6K の2乗プラスマイナス 5K プラス1っていうのは整数なので、整数なので、字が汚いのは勘弁してくださいね。はい、だからこの 12K プラスマイナス5の2乗を24で割った余りは1である。はい、ということで、3より大きい素数の2乗、3より大きい素数の2乗を24で割った余りが1であることが言えたので、結局この命題が真となるような正の整数 N の最大値は24であることが言えますね。だから答えは N イコール24なわけです。はい、まあこうやって回答だけを見ると、いや短くてそんな難しくねえじゃんって思うかもしれないですけれども、大事なことはこの回答の手前にある実験ですね。実験のところできちんと、まあ、まずは24であることをしっかり捉えること、でその24が捉えれたら、どうやって証明していくかなっていうのを発想して、まあ、24の乗用類でもまあいいんですけど、それをもっと楽にできないかな。じゃあその24になるためには、12の2乗は24の倍数になるし、12を2倍したら24になるしっていうところで、12の乗用類に落とし込んであげて倍分けを少なくする。でここも4つ倍分けがあったものをきちっと2つにしてあげて、証明をより少なくする。このあたりの工夫が入ってくると、まあシンプルに証明できますよね。
ええ、面白い問題ですね。はい、まあ、実験大好きなんでね、私ね。はい、ああなるほどなるほどなるほどねみたいな、ああ答案が透けて見えるなって感じできるので、この手の問題好きですね。はい、どうでしたでしょうか。ぜひですね、いろんな問題に出くわした時、特にこういう抽象的な問題に出くわした時っていうのは、まずは実験をしてみて、いろんな数を当てはめてみて、規則性を見抜いて、それで、答案に移ると正答率っていうのがバチコーンと上がると思います。はい、ちょっとでもためになったなっていう人はチャンネル登録をお願いします。これからも頑張って動画を配信していきますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、合格できる